鳴海排水場は愛知県名古屋市緑区桃山4丁目にある名古屋市上下水道局の給水施設。鳴海排水場は名古屋市上下水道局の給水施設で犬山酒水場で取り入れた水をカスガイ上水場に送水の上浄化して水道水を作り、ここから送られた水を緑区周辺に排水している。排水方法は自然流化式であるが、 比較的低い場所へ排水する場合は排水地から、中程度及び高い場所へは排水地より、排水塔へポンプで汲み上げた後に、自然流下で排水する。塔の上部は有効水量2200立方メートル、下部は8200立方メートルの貯水能力を持つ。当該排水場の場所に、緑区桃山が選定されたのは、 起伏に富む地域へ水を自然流下させるに適する、標高であること、排水区域のほぼ中心にあること、地盤が安定していること、将来の施設増設の余地があることによった。緑区は、愛知郡鳴海町と千田郡、有松町、同大港町の合併により1963年に誕生した区であるが、合併以前の町民の飲料水といえば、井戸水が水源であった。 しかしながら飲料水の供給には上水道の敷設が望まれることで1961年には愛知用水が完工し、ここから中継地を経てこの地域へと排水されたのが緑区周辺における水道の始まりであった。その後、山町は名古屋市に編入されたことで、市は安定的な給水体制を確立するべく水道整備を推進して、 1967年には、鳴海町に、若田排水場を建設の上ここから排水した。しかし、市内東部給料地域の人口急増を受けて、緑区に、鳴海排水場を建設することになり、1972年に、稼働を開始した。排水機能及び業務所の移転が進行したことを受けて、若田排水場は1976年に、廃止された。 1983年には排水塔が完成、運用が開始されている。ありがとうございます。